皆さんこんにちは この動画はですね、先日、監査審査会からですね、担当式試験五月ですね。延期の旨が公表され、まあ、それを受けてですね。学習方法の相談がですね、こうかなり来ていましたので、まあ、担当式試験延期を受けてですね。まあ、どうね、学習方法をですね。まあ、変えていくべきか、もしくは、ね、変えていかないべきか、というところに関するね。ガイダンスの動画として、皆さんにですね、お伝えしていきたいと思います。まあ、お時間十分十五分ぐらいいただいてですね。まあ、これからの主にですね、五月担当生向けのガイダンス動画とさせていただく。 ますはい、えー、まずはねちょっと状況を整理していきたいと思いますけれども先日4月の17日ですね金曜日に監査審査会からですね担当式試験延期の旨公表されましたで、えー、いつになるのかというところに関しては、まあ、5月中旬頃ですねめどにまたもう1回、ね、あの発表していくようなですね、えー、旨がですね合わせて公表されておりまして結局、延期はされるんだけれどもそれいつになったのかというところがわからないという状況です。 あともう一点です、ね、注意しなければいけないのは8月の論文式試験に関しては、えー、一切です、ねえー、触れられていないというところになりますので、まあ、8月の論文式試験も、まあ、その8月に実施するのかそれとも延期するのかというところも、まあまあ、不確定要素が、ねえー、強いところにはあのー、なります。はい、ただ、 まあ一応ね。その5月の中旬にもう一段階発表がありますので、えー、まあそこまでのですね。まあ、およそ3週間ぐらいをまあどう過ごしたらいいのかというところに関しまして。えー、まあ皆さんにですね。少しアドバイスをさせていただきます。はい、でえー、まあ基本的にはその5月担当生にですね。向けたメッセージになりますので、8月のね。論文生、もう5月、えー、担当式試験。 ですね、パスして、えー、8月の論文を目指されている方は基本的にはもう今まで通りですね8月の論文式試験に向けて学習を進めていってくださいとりあえず5月の中旬の発表を、えー、待つと今まで通りのスタンスを崩さずに学習を進めていくとで5月担当生はですね、えー、まず初回,初回受験生ですね5月初めて誕受けますよという方と可燃、えー、度制で少し対応は変わってくるかなと思います、はいまあ、ちょっとだけ番称をさせていただきますね。はい、えー まあ初回受験生ですね、5月担当が初めてですよと初回、カレンダー、まあ、生ですね、複数受験生と複数回と、はい、ここでやはり少しですね、まあ、学習の方針なんかは違ってくるかなと思います。で基本的にです、ね、初回受験生の方は、まあ、個人的にはねもう担当に専念すべきかなと思います。やはり まあ、特にレックのカリキュラも1年合格コースですから、うんまあ、1年間で,です、ね、担当式試験に合格するというのはなかなかこう、ねえー、ハードルは高く、まあ、合格されている方もいますけれどもやっぱりその合格を確実にするという、えー、ところをまず第一に考えてください、えー、そこで一、まあ、つ、ね、当連ですねここまでポイントアップ当連実施されておりますで皆さんもです、ね、ご受講されているかと思いますけれども、まあ、ポイントアップ当連で基本的に7割取れるかどうかというところで判断をしてください。でポイントアップで7割まず取れないと ちょっと7割厳しいなという方は基本的に担当の勉強に専念をするべきです。はいちょっとポイントアップですね。ポイントアップ。7割以下。まあ7割未満でもいいでです、まあ、未満でもいいと思いますけども、まあ、担当専念すべきかなと。担当へというか、まあ、担当専念ですね。すみません。はい。 でまあだいたい平均的七割ぐらい取れるかどうかというところで判断をしてみてください。で、まあ平均的七割取れると、まあたまにねこう六十八パーセントがありますけども、なんか七十四パーとかまあ七十二パーとかまあお,およそ平均して七割ぐらいという方はですね、これの論文圧縮受けていいと思います。はい、ポイントアップ、七割以上、これ論文圧縮。 はい、論文圧縮講座ですね、えー、でまあ期間、とりあえずのところ3週間限定にはな,るなりますけれども、えー、租税法ですね基本的に租税法の講義を聞くべきだと思います。やはりですね、えー、5月担当生が8月論文を受けるにあたって、一番ネックになるのが租税法になりますので、えー、まあそのね、えーまあ、5月中旬の監査審査会のアナウンスがあるまでの期間は、ですねまあ租税法の圧縮講義なんかをね聞くのが一番いいのかなというところですね、一、まあ、つですね。 はい、まあ、祝講義といってもね、租税法に関しては、あの講義数がまあ比較的多いので、まあ、少しでもね、その駒数を進めておくというのが、えー、まあ8月論文に向けて、えー、まあ有効な対策なのかなと思いますんで、えー、まずね、えー、その部分について、まあ、検討していくと。 まあ一気にその、ね、講義をある程度聞いちゃってもいいと思います、この期間を機に、ねえー、聞いてしまってもいいと思いますけれども、あのただ、まあ、論文の勉強をするといっても、その3週間、まるまる論文の勉強をするということではありませんので、そこは注意してください。濃、ね、淡、えーまあを,ねえー、をつける、強弱をつけるということが必要になってきますので、まあ、個人的には担当論文半々ぐらいというのがいいのかなと思います。あそこはもう個人のですね こう担当の自信や不安というところで少しですね割合は変えていくべきかと思いますけれどもねある程度も担当いけそうだというんであればもう論文8割ぐらいですねその3週間ぐらいの期間についてはあの時間を費やしてもいいのかなというのはありますんでただ全くねあの担当の勉強しないっていうことはやめてください。 はい、これが初回受験生のアプローチですね、えー、担当ポイントアップトレーレン、7割、えー、取れていないという方は、まあ、担当宣言するべきかと、で7割、えー、平均的に取れていくという方は、ですね入れている方は、えー、論文圧縮に進んでいくべきかなと思います。はいで そうすするとですねこう初回受験でポイントアップ取る7割、えー、取れない方は、うん、その担当式試験が終わった後の論文がかなり不安になると思いますけれども、まあ、まず第一に担当を受からなかったら論文を進めないんでまず担当を受かるっていうところを考えていくこととあとはですね担当の勉強の中でよりですね、えー、要は担当と論文かぶる主要科目ですね4科目、えー、財務管理監査企業をより万全な形で受かっていくということを目指してください万全な形で,ですか、えー。それはもうイコール論文の勉強にもつながっているんですからね。 なのでこう表面的に勉強するんじゃなくて、しっかりとね理解をしていくということを、あ今一度ねえまあ期間が延びた分、ですねえこう理解というところに時間を少しね費やしていくだけで全然違います。まあ、財務会計でであればですよ まあレジュメありますよね財務省広のレジュメがありますので、レジュメのところので,ですね要は趣旨みたいなものを意識しながら読んでいくだけでも、だいぶこれ、論文の勉強になります。今までこう一問一答だけを、ね、表面的にやっていたという方は、まあ今一度、ねえー、期間が少し延びたというところで、レジュメに戻って趣旨を、ね、確認しつつ勉強していってください。ねでまあ、他の科目もそらくそうだと思うんですよ。ね、ちょっと他の科目のことを、ね、あまりこう軽々しくは言えないんですけれども、えー、基本的に論文式試験というのは趣旨が大事になりますので、単純に覚えていくというよりも、ね、まず趣旨というものを考えていかなければいけない。 ですねえー、条文だけ確認するとかっていうんじゃなくてその条文の趣旨をね、えー、今一度少し確認してみるとでこの趣旨を意識する意識しないっていうところは別に本当に10秒かかるかからないっていう話ですからね、えー、まあ回答とね、えー、ごめんなさい一問一答見て回答を見比べて、えー、それで終わりにするんじゃなくてそこでもう一回テキストもらって趣旨を一瞬確認するとこれ10秒で済みますから、ね、その10秒の積み重ねが論文の勉強になり、えー、その後大きな差が、ね、広がっていきますのですか ね、ちょっと論文の方に、ね、勉強が向けないちょっともどかしい気持ちもあるかと思いますけれどもその分担当式試験の勉強で担当を万全な形で受かって、えー、論文の役に立てってるという意識を持ってください、ね、その時に意識するのは趣旨ですとにかく趣旨趣旨を意識してください、まあ、基本的に材表のレジュメはですねかなりこう論文にも役に立つように作っていますので材表のレジュメを読み込んでいく勉強方法をしていけば論文にもそのまま役に立ちますまあちょっと覚えるという作業はねまた論文であの必要になってきますけれども、えー、その覚えるべき内容っていうものは担当のレジュメにほとんど入っているんで なので、ですかまあ、一問一答プラスレジュメというものを、ね、しっかりといま一度勉強の中に取り入れてみてください。これがあの論文に必ず役に立ちますから、で担当にも当然役に立ちますので、ね、なのでねまあ、今一つ、初回受験生の方でまだ、ね、当連の点数を思うように出ていないという方は、当然、別にあの7割、えー、今の段階で取れていなくても全然みんな受かるので、そこはそんなに心配しないでください。ですかまあ、ポイントア取るのを難しめに作っていますので、特に初回受験生の方はまだです、ね、インプットが十分に済んでいない状況ですからね、特に理論なんかは。 これから残り1か月、えーまあ、延期されたんで1か月半とかの期間で理論は伸びていきますんでそれを信じて、えー、とにかく、ね、理論の勉強をより、まあね、中心にこうやっていただきたいというところに、まあ、趣旨を加えていくというところですね、はい、ちょっと財務活動論中心の話になってしまいましたけれども、まあ、それにですね、えーまあ、うまく少しこう趣旨というものを入れて勉強していってください。はい、で、えーまあ、複数受験生の方ですね、えー、担当式試験 もうう回目以上を受けていいるという方ででおそらくですね担当式試験2回目以上受けられている方は現段階でもう租税法などの勉強を途中までやられている方が多いと思うんですよ。はいです、ね、複数回受,受験生の方はですねここまで勉強してきた、まあ、論文のレギュラーコースとあと圧縮コースとありますけども、まあ、いずれにしてもねここまで勉強してきた租税法の復習っていうものをですね今一度取り入れてみてください。 使い受験する方は、えー、伸びた期間で租税法の勉強とはい租税法の学習を、えー、していきましょうというところですねまあここもね先ほどお伝えした通り、まあ、別に租税法を一色単にするというわけではありません、ね、あくまでも担当論文と並行してこの期間はやっていくというスタンスですね、えー、まあ。 その先行きがねちょっと不透明なところがありますので明確になるまでは、えーまあ、どう転んでもいいようにですねバランスよくやっていただきたいとただからやはりその中でもね、えー、租税法を勉強してきて、まあ、おそらく多くの方はですね租税法そうですかね2月とか3月ぐらいまで並行してやってきている人が多いと思うんですよ。でそっからら1ヶ月ぐらいですね担当に切り替えると 1か月台した2か月ぐらい担当に切り替えた状況で今を迎えているという方が多いと思うんですけどもそうするとやっぱり素れをね勉強してきても忘れている部分が多いと思いますからまずその忘れている部分を思い出すという作業ですね問題集だとかテキストの説明を使って忘れている部分を思い出すまた忘れると思いますよでも今こう頭に刺激を与えておけば脳に刺激を与えておけば担当終わった後に思い出しやすさが格段にあの思い出しやすくなりますからだからまあここでワンクッション刺激を与えていくという作業をしてみてください はい、でかつまあ、ね、余力がある方は今までの論文の勉強のです、ね、部分を少しま見直していくという作業をしても全然いいいのかなと思います、ねまあ、論文討論なんかもですね、まあ、こう私に受,受講相談が来る方は大体3回目ぐらいまで討論を受けてそこから担当に専念されている方。 が多かったんですけれども、まあ、もう一回やってみるとかね4回目をやってみるとか各科目ですね4回目ずつやってみるとか、あのー、というのでもいいと思いますし、ね、まあ少しこの3週間特に可燃度生である程度等連の点数が安定している方は、まあ、高い数字でですよ低い数字じゃなくて、まあ本当にその7割とかね、えー、それぐらいのレベルで可燃度生で等連の点数が安定している方はこの3週間論文の勉強にある程度費やしたところで担当の合否は基本変わらないと思ってください。 仮年、えーね、度制で、えー、ポイントアップト連の点数をある程度安定的に7割前後の点数を叩き出せている方はこの3週間論文の勉強をかなりしても多分担当の動きは変わりませんですのである程度論文っていうものは可燃度制でト連の点数安定している方は意識していいですでそれす5月中旬に担当指試験の、まあ、日程は発表されるとは思うんですさすがに で基本的にはまあ1か月前に思いっきり担当の、えー、ギアにチェンジを入れていけばおそらく多分ですね、まあ、5月のもともと24日だったものがじゃ5月の31日1週間後になりますとかではないと思うんですよ。お、ね、そらくですよ。ちょっと絶対とは言い切れませんけど、ねねまあ、少なくとも5月中旬から1か月後ぐらいはあると思うんでそこの、ねえー、タイミングでギアチェンジを思いっきり入れていってもです、ね、いいとは思いますので、まあ、少し、ね、この論文というものを可燃度性は見据えてもいいと思います。でも初回受験生はね とにかく担当をまず第一に考えていくということが必要ですから、ね、なんとかね、えー、ちょっとこの伸びた期間というものを流効に、あのー、使っていくようにしてくださいはいでまあ論文の勉強ってやはりもう租税法ですとにかくですね一番ネックになってくるのは租税法ですから、うん、まあ租税法をね、えー、なんとかこう少しでも進めていくとやっぱりあの論文の可燃度性と勝負できるレベルっていうのはなかなかね、あのー、租税法はやっぱり可燃度性強いので 初回受験生の方、論文でですよ論文の初回受験って考えると、やっぱ総勢法は税法ねどうしても関連度性に負けてしまう部分がありますが、なんとか、ね、少しでも食らいついていく必要がありますから、ね、なんとか、えー、その、ね、差を少しでもこう広げられないようにあのする必要はあります、ね。まあ、その代わり担当生は、ね、担当生で強みはありますからね、えーまあ、財務だったら個別の計算が論文生に比べてやっぱり強いですから、ね、えーまあ、そういう強みを論文で生かして戦っていくようにはしてくださいはい。 と、えー、というところで、ねえーまあ、少し、ね、こう不確定要素の強い時期でいまあ、未だかつて、ね、こういった形で担当式試験延期されたことがないので、えー、なかなか、ね、不,不安な方も多いと思いますけれども、えーまあ、これは、ね、あの以前3日ぐらい前にです、ね、Twitter の動画が上がっていると思うんですけど同じことになりますが、まあ、気持ちをとにかく切らさずに勉強を進めてください。本当に気持ちを切らせたら今まで、ね、せっかくやってきたものが崩れ去っていく可能性が高いですからとにかく気持ちを切らさずに かなかなか辛いと思いますけれども、これはもう条件は皆同じですから、ね、なんとかね、ちょっと踏ん張って、学習のを進めていただきたいなと思います。はい、あとね、レックのとしても、えーまあ、5月担当生向けに、ですね、えー、ここから何本か、ですねこの担当に向けた内容の方のですねコンテンツ動画を配信させていただきます、レックス向けにですね、えーまあ、主には、まあ、ちょっと予定しているものとしてはね、こう期間が空いたことによって、 まあ、プラスアルファですね今までだったら切っていたけれどもこの期間が空いたことによって、えー、この部分をやっておけばプラスワンですね、えー、論点を抑えられるっていうものであったりだとかあとはね確実に点数を取るためにもう一回ね重要な部分を、えー、ちょっと整理していきましょうっていう動画だったりだとか、まあ、1回20分ぐらいのです、ね、動画を何本かです、ね、この財務だけではなくておそらく管理会計論の入門先生もやってくれると思うであのでそういう動画をちょっと上げていきたいと思いますので、えーまあ、ちょっと本数とかはです、ね、未定ですけれども。 1>, こう1本だけじゃなくてこう何本かね複数動画上げていきこう内容の方で皆さんのですねフォローアップというものをしていきたいと思いますのでまあぜひねちょっと学習の合間に。 その1分そんな長いものじゃないと思うので、20分とか長くても30分ぐらいに、ね、あのしようと思っているのでこう、今までのワンポイントの復習だったりだとかです、ね、ちょっとプラスワンですね、知識を身につけていくというようなことで,です、ね、活用してもらえればと思いますので、なんとか、ねえーまあ、こう世間は、ね、すごく大変な状況になりますけれども、えーまあ、これを、ね、乗り越えていただきたいと思います。えー、そしてです、ね、くれぐれもとにかく健康にだけは注意をしてください、ねもうね。何よりも健康が一番大事ですから、それ資金に受かることも大事かもしれませんけれども、とにかく、ね、健康に気をつけながら、あの学習を進めていくということで。 えー、まあどうや自宅にこもっていくということが多くなって、またストレスもねかかると思いますけれども、まあ、ここはね耐えー、しろくときだと思って、健康第一で、えー、もうステイホームですね、えー、ステイホームということで、えー、頑張ってね学習を進めていくようにしてください。はい、えー、それではですね、えー、まあ、簡単になりますけれども、なんとかねこれを乗り越えて、えー、担当式試験にですね、えー、こう さらにね論文の方にですね進めるようにですね頑張っていただきたいと思いますんでレクでもですね微力ながら応援させていただきますんでまたねごよろしくお願いしますとにかくね頑張ってくださいお疲れ様でした。